私が教育福祉学科健康教育コースを選んだ理由として、一つ目が保健体育の先生の免許が取れるというところです。二つ目が特別支援の免許も同時に取れるということで、他の大学に比べて少人数制なので手厚い指導を受けられるのではないかと思い、このコースを選択しました。私が教育福祉学科健康教育コースを選んだ理由は、私の夢であった体育の先生を目指すことができるというところと、淑徳大学の強みである特別支援学校の免許も取れるというところで、福祉的な視点からも学べることができるというところにとても魅力を感じたので選ばせていただきました。私は小学1年生からチアダンスを習っていて、高校生になったら部活動でチアダンスを行いたいという理由で、登下校で片道2時間ぐらいかけて高校まで通っていたので、勉強とかはあまりする時間がなかったんですが、指定校推薦を取りたいという理由で高校1年生の頃からテストに対しても一生懸命取り組むような高校生でした。中学校の頃に保健体育という先生の職種があるということを知って、その後に自分自身体を動かすことが幼い頃からとても好きで、その好きを職業にしたいと思って保健体育の教員を目指すようになりました。私が体育の先生を目指したきっかけとしては、やはり幼い頃から体を動かすことがとっても好きだったこと、あとは高校生の時に選択教科っていうところで体育の授業を選択していたのですが、そこで教えることの楽しさだったり面白さを感じたので体育の教員を目指そうと思ったのですが、今中学生だったり小学生が体育が好きな子だったり、ちょっと好きじゃないよっていう子の二極化っていうことを知って、体育の教員になって楽しさを伝えられたらなっていうところで体育の教員を目指し始めました。高校生の時とかはまずもうこうしたらいいよって伝えるっていうところでしか教えるっていうところできなかったんですけど、福祉的なところを学ぶことで、もしかしたらこの子はそういうのが、ちょっと難しいから、その苦手なところを、補えるというかカバーできるようなステップで教えるアドバイスっていうのができないかなっていうところだったり、あとは実習とかに行ってインクルーシブ教育がやっぱり大切にされてて、クラスに絶対その特別支援的な支援が必要な子がいるので、そういった子の声かけとかも体育の免許を学ぶだけではできなかったかなっていうところがあるので。私自身まず初めに取り掛かろうと思った時に、勉強方法が自分なりに思いつかず困っていたのですが、大学の方で開いてくださる対策講座にまず参加することや、ゼミの先生が開いてくださったウィークリーテストという講座に参加して、そのテストを行う時には必ず100点を取ろうという気持ちで臨んだ結果、自分なりの勉強方法を見つけてノートにまとめたり参考書を利用して毎日5時間以上取り組んでいました。私自身今回の採用試験で長期的にこう勉強するということが初めてで、すごい不安だったんですが、まず一つ参考書を一つ買うというところから始めました。しかしどこからスタートすればよいのか分からず困ってしまったので、ゼミの先生に相談をしてウィークリーテストのプリントを配布してくださって、そのプリントをとりあえず暗記するというところから始めました。私が教員採用試験に向けて一番意識したこととしては、環境を工夫するっていうところでとても大切にしました。やはり私は一人で勉強をするっていうことがとても苦手だったので、仲間と一緒に勉強することだったり図書室だったり大学を活用しながら勉強するっていうところで環境の工夫を大切にしました。そして友達と一緒にやるときには、友達と問題を出し合って勉強したり、わからないところを聞きながら勉強するっていうところだったり、あとは大学では対策講座っていうのが開かれていたので積極的に参加するようにしました。
二次試験前の模擬授業の対策や面接の対策は自分一人ではできなかったことだなと感じました。先生が模擬授業を見てくださって、毎回行うごとに反省を繰り返すことで良いものが出来上がったので、先生方のサポートがあってとても良かったなと感じています。冬休みに集団討議の対策講座を開いてくださったり、2年生の時からウィークリーテストっていうものをメールで送ってくださって、それに取り組むっていうところで意識を高めながら教員採用試験に向けて勉強することができたと思います。私がラクロス部にまず入りたいと思った理由が2つありまして、1つ目が私自身球技がとても苦手で、その球技の苦手を克服して子どもたちにもそのスポーツをする楽しさを知ってほしいという理由が1つ目で、2つ目がラクロスというマイナーなスポーツをいろんな人に知ってもらいたいという理由で始めました。4年間ラクロス部に所属していることによって他大学との交流でコミュニケーション能力が高まったことや、私は主将を行っていたのですが、主将としてチームをまとめる大変さだったり、目標を立てて達成することの難しさを知り、いろんな経験をラクロス部ですることができました。その経験を通して最初の目標であった球技の苦手を克服することができ、大学3年生4年生の時に研修で行った卵プロジェクトでの子どもたちの声かけを適切に行うことなどをラクロスを通して学ぶことができました。淑徳大学でタスクゲームっていうところをポイントとして学んでいたんですけども、できない子に対してどのようなアプローチをすれば楽しんでもらえるかなっていうところを大切にしながら学んでいたんですけども、例えば競技の工夫をすることで、ハードルの授業であればハードルはとても硬くて高いっていうところで恐怖心を持っている生徒がとても多くいたんですけども、そういったところでハードルの板の部分を紐をゴム紐に変えてみたりっていう工夫をすることで、そこに対する恐怖心とかをなくせるっていうところで、できたっていうところを感じてもらうことで生徒の笑顔だったりを見ることができたので、そういったところを工夫しながら体育をすること、授業をすることが大切かなって思います。そのスポーツを通して、諦めずに頑張るということが自分の強みだったのではないかなと思います。その強みが教員採用試験の勉強だったり面接や模擬授業の対策でも生かされて合格できたんではないかなと考えています。保健体育の教員を一発で合格するっていうところに難しいっていう話を聞いていたので、それにあとは話すことも苦手だったり、そういったところがあるので難しいかなとは思っていたんですけども、自分の言葉で相手に伝えるっていうのを大切にしていたっていうところがあるので、そういったところが生きてきて教員採用試験に合格できたのではないかなって思います。私が淑徳大学に入った時には保健体育の教員として受かる確率はとても低いということを知ってましたし、一緒に頑張る仲間ができないのではないかっていう不安があったんですが、同じ仲間と勉強をしたり対策講座を受けることによってモチベーションにもつながりましたし、努力し続けることで必ず受かるということを自分自身で証明することができたので、皆さんも努力をし続けて頑張ってください。体育の教員を目指していて今とてもわからないことが多いと思うのですが、淑徳大学は先生方のサポートだったり対策講座っていうのをたくさん開いてくださるので、積極的に参加することで保健体育の教員採用試験合格に一歩ずつ近づけると思うので、淑徳大学に入ってぜひ目指してみてください。